こんばんは。オンサラバーレタハナ。オンサラバーレタハナ。四輪君の千万個南東宇賀根源門の十字架念ぐらい真実に。の弱者の諸国語。俳優無知と人気。平日にもかかわらずたくさんの方々が参加してくださいました。私も本当は今日東京に入る予定でしたけれども、急遽昨日の、夕方に入りまして、今日ね金子と二人参加させていただくことができました。それでね、今日立志教全壇すべてを開けさせていただきました。それと、まず一番目の般若心経はご本尊様、また諸々の神様方に対するご奉落といいますか、お礼の、ね、般若心経を挙げさせていただき、二段目は11月七五三ですよね。昨日七五三、その前に日曜日に七五三を終えた方もいらっしゃると思いますけれども、その子どもたちの、その成功健康すべてをね祈りまして、育成を祈り開けさせていただきました。で、3段目は皆様方の諸願成就もろもろのね思い、悩みもありますでしょうし、希望もありますでしょうし、ね、これからいろんなものをお持ちになってらっしゃると思いますので、いち早く悩みを解決でき、またね
望みはいち早くつながりますようにというね、祈願をさせていただきました。で、長魚っていうのはなかなかは私たちもねあげることがないんですけれども、来年はね、ラッケー10周年になります。丸10年を迎えます。やっとお寺も10歳になりますということで、その時は前段を上げさせていただこうっていうことでね、我々ね、教師もなかなか前段3段は上げますけれども、前段を上げるっていうことはねなかなかないんですね。でも毎朝の勤行でみんなそれぞれ前段に挑戦してます。で、やはり真言宗のお坊さんの中でもね、前段上げられるっていう方はね、日々の勤行の中でっていうのは少ないんですけれども、なぜかみんなうちの教師燃えてまして、なかなか上手でしょ。だから今日は迫力があったと思います。私も上げてるうちに、ああ今日は迫力のある、お経だなと思いながらね、上げさせていただきました。で、毎日毎日皆様方もね努力されて、六字目御様、御本尊様、御先祖様っておっしゃってると思いますけれどもね、なかなか思うようにはいきませんよね、つながりませんよね。だからそれをね口に出せば内になります。で、中に秘めてることもやはりその中での愚痴ですよね。自分の心の中での愚痴、これもね、一切の福運を積んだ罪を消すって言われてます。口に出したら六字明王様を、皆さんがお慕いし、手を合わせてらっしゃる、みんな信者の皆様方の福運まで消してしまうと言われてるですね。ですから一切の口我慢しましょう。言いたいですよ、なかなかね繋がらないし。でもね、本当に人のことを祈ってみてください。すぐに聞いてくださいです。自分のことはなかなか繋がりません。第三者のことを祈ってみてください。早いですよ、びっくりするほど。で、A タイプをねしてくださってる方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、うちでは50年の A タイプをねしております。でも本当に教師たちを見てますと、まず朝掃除が終わります、ご飯を炊きます、その全てをお供えするんですね、炊きたてを。そしてフルーツを切ってあげます。で、またお菓子、もう何不自由なく、本当に皆様のね大切なご先祖様をお預かりしているわけですから、大切に守っていっておりますですからね、どうぞご安心してください。で、娘がふっと、昨日私福岡の方で娘に会いましたけれども、50年って言うけど本当は2年ぐらいで成仏されるんじゃないかと私思うと、それはなんで、2年ぐらい経たれた人がもうこうなりました、ああなりましたっていう苦毒の言葉をたくさん聞きます。でも成仏されてる、1年2年で成仏される人もいます、毎日ですからね。だけれども無数じゃないですか、ご先祖様って何百万人何千万人ですよね。その中にはやはり全員をお救いしようと思うからには50年かかります。それも本当に心を尽くしてますから、どうぞ安心されてね、お任せしていただければと思います。その功徳はあなた方に戻ってきます。ご先祖様はね恩返しをされますから、あなた方のご先祖様を信じて、またご本尊様を信じてね、もうけなげな気持ちで向き合ってください、はい、私たちもねこんなお話をしながら自分に言い聞かせてるんですよ。けなげな気持ちで向き合おうと、はい、本当に守られてます。振り向かれてください。数年前、半年前、3ヶ月前、必ず良くなってるはずです。これに向かってね、本当に死ぬ時に、はあ、よかったなっていう人生でね締めくくりたいと思います。ここがね大切なことだと思います。で、あと、残すところあと1回ですよね。龍勢塾の勤行会も12月、この時はですね、ここで、釜炊き祈願をします。そして六字明王様に1年間ありがとうございましたのお礼と、また来年よろしくお願いしますっていうお願いとね、両方のお礼とお願いをしていきたいと思います。またね、来月
お会いしたいと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。じゃあ今日の功徳がいち早く本尊様に届きますように、もう一度一緒にお願いをしたいと思います。私の後に続いてください。願わくは、願わくはこの功徳を持って、この功徳を持って、あまねく一切に及ぼし、あまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに、我らと衆生と皆ともに、仏道を上善ことを、仏道を上善ことを。ありがとうございました。じゃあこれから先はね、よもやま話にまた花を咲かせ、またね、あんなことあった、あんなことあったとか、ね、こんな苦しいことをうちでは今あってるんですよとか、まあいいことも、いろんな話をね、されてください。ご本尊様に向き合って言う言葉は愚痴ではありません、祈りです。人に言うから愚痴なんです。だから言いたい時にはご本尊様に苦しいですとおっしゃってください。それを固くなり守っていきましょう。じゃあごゆっくりされてください。もう今日はね、皆さんにお会いできてとてもありがたく嬉しかったですよ。Thank you.